私が所属するテックファンド事業本部の方では受託開発部門としまして、お客様からの、開発案件をですね社内に持ち帰って開発ですとかまた運用保守をしたりするような部門となっております。テックファンド事業本部の本部長代理もやる方から DX 推進室という形で、営業に近いような形の動きをしているんですけども、その中でお客様先に行って、ある資料をお見せしたりですとか実際に動きのあるものを見せたりとかする場で使わせてもらっています。コロナのこういう状況になってお客様と会える機会というのが非常に貴重な機会となってきてまして、でその中で、最大限のこうリアルタイムなこうパフォーマンスを出すためにはやっぱりこういったものでお客様に見せながらやるというのが、非常にいいものだと思ってます。プロジェクターを持って歩くというようなことはまず考えはしなかったです。モバイルバッテリーがついているというのが非常に、持っていけるというところにつながっているの で普通にパソコンと、セットで持っていくのが大体常なんですけども、それともあまりこうプロジェクターを持って担いでるみたいなイメージじゃなくてもう持っていくもんだっていう形で、意識してます。お客様がまず最初にプロジェクターを持ってくるっていうのにすごい驚かれて、これまずそこから話が入っていくのである程度こうアイスブレイクみたいな形でいけるのがすごいいいきっかけになります。社外だけではなくてお客様が来ていただいて使ったりですとかそれこそ社内のメンバーで、ミーティングする際に使ったりっていうのがあります。みんなで使う場でプレストとかで使えるんじゃないかなと思ってます。すごいちっちゃくて、コンパクトにまとまっててプロジェクターには正直見えないというふうな印象でありました。プロジェクターって言いますとやっぱり暗い部屋っていうような形でイメージされるんですけども明るい場面でも投射することで、ある程度クオリティ高いものを見せすることができるのでそこの点についてはすごい他のプロジェクターと違って、非常にいいものになると思ってます。従来のプロジェクターですと、起動するまでに例えば1分2分ですとか時間がかかってしまうんですけれども、こちらの場合ですともう数秒で立ち上がってですねもうその時間を無駄にすることなくお客様に説明ができるので、そういった点では、このプロジェクターで素晴らしいものだと思ってます。我々ちょっとそのサイトの制作とかっていうところもやったりするんですけども、今までは紙もしくは電子ファイルをお送りして見てもらうとかっていう形もあったんですがプロジェクターを使って、大きく見せることで細かい部分でもやっぱ見てもらえるむしろこっちもアピールできるというかっていうところが増えてきているのでそういったところについては、今後は、そういうプロジェクターを使っての表現というのは、できるのが幅広くなるんじゃないかなとは思ってます。